手の爪に塗られるマニキュア液マニキュア液は手足の爪を装飾したり保護したりするために使われるラッカーである。装飾の効果を上げたり、ひび割れや剥離を抑えたりするためにマニキュア液の調合法は再三にわたり変更されてきた。マニキュア液は有機ポリマーとそれ以外の成分との混合からなっており、銘柄によって異なっている。マニキュア液は中国に起源があり、 その歴史は紀元前3000年に遡る。紀元前600年頃、周王朝の時代において王室では爪を金色と銀色に塗ることが好まれていた。やがてそれらの金属的な色に変わり赤色と黒色が王室のお気に入りとなった。明王朝の時代においてマニキュア液は蜜蝋、卵白、ゼラチン、植物性染料、アラビアガムを混ぜて作られていた。 エジプトでは仮想階級の者たちは爪を淡い色に塗り、上層階級の者たちは赤茶色に塗っていた。着色されたマニキュア液は1920年代に登場した。初期のマニキュア液はラベンダー油、コチニール色素、酸化鈴、ベルガモット油といった基本的な成分で作られていた。着色された粉末とクリームを使って光沢が出るまで爪を磨くことが より一般的であった。その頃に販売されていた商品の一つにグラフ S ハイグローがある。ありがとうございます。